期待しておりますけれども、今回2回目になりましたけれども、ラテンアメリカって割と日本人から遠い国でありますけれども、そこの文化を、素晴らしい文化がいっぱいありますので、パラグアイにあれば、今日向こうの方ではボリビアもやっぱりありましてですね、こちらはまたここ通りますけど、ディアブラダとかいろいろなものがありまして、それもまた素晴らしいものがありますので、そういうものを通じてラテンアメリカへの理解をもっと深めていただきたいと思います。今日は、何をともあれ100人集まっていただいたアルパの奏者の方々に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、はい、大宿様、もう Me permite, quiero decir nomás que hoy trajimos el sol del Paraguay aquí con nosotros, por eso tenemos lindo día. Muchas gracias. Hoy con el Paraguay, 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 con el p a r a お願いします。さあ、奏者の皆様、お手手をつないでどうぞ。皆様、笑顔でお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。カメラマンの皆様、どうもありがとうございます。来賓の皆様、本当にどうもありがとうございました。それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました。まずはこちらパラグアイステージ100人、正確には104人のアルピスタによる祝賀演奏を始めさせていただきます。本日お聴きいただくのはまず5曲、1曲目「ジェガーダ」、到着という意味なんですけれども、これはパラグアイではお客様を迎えたり、なんかイベントが始まったり、オープニングに演奏されるとても明るい楽しい曲です。2曲目「マリア・エルサ」、それから3曲目は日本の曲に皆さんがチャレンジされたんですが、ふるさと、とっても実は日本の曲って難しいんですね、パラグアイのアルパで演奏するのは。それに皆さんが挑戦してくださいました。4曲目は「テテウ」、鳥の名前だそうです。で、5曲目最後は「フェリシダー」です。本日のお祝いにふさわしい曲を皆さんにお選びいただきました。はい、そうそう、もう一回ご紹介しますね。本日のこの100人のアルパを実行させようと実行員に名乗りを上げてくださいましたルーシア塩水さんです。アルパディオソンリーサ、エンリケカレールさん、松木アリサさん、揚松美香さん、そして志賀明宏さんです。皆様が中心になりまして、これだけのアルパ奏者が集まりました。さあ、このアルパの演奏、どうぞお楽しみください。それでは皆様、お願いいたします。
皆様こんにちは。本日はようこそお越しくださいました、ルシア塩満です。今日こうして本当に100台のアルパ、日本で初めての試み、夢が、現実となりまして、このステージに、立っている座っている人間みんな喜んでおります。一番感謝したいのはこのお天気に感謝したいと思います。本当にありがとうございます。皆さんも暑いですから、どうか日射病ならないように、熱射病ならないように水分を取りながら、あと4曲お楽しみいただきたいと思います。